皆さんこんばんは。今日のゲーム紹介動画3本目は、好調者虫キング、グレイスジャンプの道です。ということでね、今日の3本目になります。今日もね、いろいろゲーム紹介動画で語ったけど、なんか虫キング関係ない話とかしてね、なんか逆に盛り上がったりとかしたんだけど、たまにね、意見くれる人がいいんだけど、なんか虫キング以外の話も聞いてて面白かったですよ、とか、オフ会の話が面白かったですよ、とか、いろいろね、感想もらえてよかったのかなと思います。この後ね、またすぐ出かけるから、まあ、目標としては、7、8分、10分かな、多分。そこら辺で、切り上げたいと思います。まあ、もうね、語り尽くして、語り、足りないっていうかさ、もう、なんだろうね。内容が薄っぺらくなってきているよね。でまあ、それもね、また一つのね、面白さなのかなっていう。面白いかどうかはよく。でも本人はね、割と面白かったやってるから、楽しくやってるから、いいんです。自己満足で。それにしても今日暑かったね。なんかさ、最近のさ、トーク動画、ゲーム紹介動画のさ、よく使うこととかさ、無理しないでとさ、暑いんだってよね。で、さっきもね、アイスを食べたの。いやー、ほんと暑いよね。うん。そういえば、グレッチチャンピオンの DS は、夏休み中に、グレッチチャンピオンを目指すみたいなストーリーなんだよね。うん。夏休みまでか。うん。なんか、夏休みになったら引っ越すよみたいな。夏になった、8月になったら引っ越すよみたいな。ストーリーだった気がする。確かそんなような気がする。だから1年で引っ越さなくちゃいけないみたいな感じで、その1年間を楽しむみたいな。で、クリスマスイベントとかあったりとか、なんか初詣に友達たちと一緒に行ったりとか、うん、男の子2人いるんだけど、あ、男の子と女の子1人ずついるんだけど、名前が思い出せない。メガネの少年と、もう1人はね、湯がついた気がする。うん。もう名前もね、だんだんうろ覚えだって、その二人と一緒になんか、おみくじ引けたような気がする。まあ、そのうち思い出すでしょう。確かゆうこちゃんだった気がする、名前。うん。で、そうそう、男の子の名前がメガネかけてる方がりょうたくんだ。思い出した思い出した。思い出すのに時間かかるっていうね。うん、そのりょうたくんとゆうこちゃんは割と、その主人公と一緒に、なんていうのかな、駆け巡ってくれるみたいな。応援してくれたりとか、一緒に戦ってくれたりとか、一緒にブラック博士を探したりとかね。なんか、ブラック博士が途中途中いなくなったりとか、探さなくちゃいけなかったりとかするんで、ブラック博士を捕まえろみたいなね。うん、まあ、個性的なキャラクターがいてね、面白みはあるかなと思います。虫キングジェリーに関しては、DS 版から出たんだよね。で、アドバンス版では虫キングジェリーっていうのがいなくて、まだね、存在しなかったの。DS 版から登場して、でもね、俺、一つ、ふと思ったことが、このグレッチチャンピオンの道 DS と、まあ、2で、テレイとか、ネブ博士と戦うっていうことができないんだよね。ジョニーとも戦えない。確か。で、ブラック博士は普通に対戦できるんだよ。なのに、テレイとか、ジョニーとか、ネブ博士と対戦するっていうところがない。対戦相手として戦わない。で、スパコでね、ネブ博士は戦えるようになる。ネブ博士とバトルモードだ、みたいな感じで。まあ今度ね、時間があって、機材が揃えたら、実況動画とかも出してみたいんだけどね、なかなか時間が取れないというか、まだまだ先の話かな。いずれね、お時間が取れたらって思います。まあ、なかなか時間が取れなくてね、でもこうやってさ、ゆっくりトーク動画が取れるようになったのはさ、ね、先週、先々週に比べたらさ、すごい進歩だよね。前まではさ、いやー、めんどくせえな、かったらいいなとかさ、時間がなくて、このまま続けてていいのかなと思ったけどさ、なんとか形が定まってきたからね。ただ、今は形が定まってるけど、また、いつ、仕事に追われて、予定が、もう、不意に重なって、またトーク動画が撮れなくなるっていうのもわかんないから、一本は撮るように頑張りたいけど、とりあえずどっかで休まないとダメだなと思って。休むときはね。だから本当に無理せずにね、続けてきたらいいんだけど、まあ、本当に無理はしないようにね。頑張りたいなと思ってます。うん。やっぱ、何事もさ、無理しないことだよね。うん。やっぱり無理がたたるとね、良くない。まあ、そんなこんなでね、なんか特に語ることもないし、そろそろ切り上げようかな。早いな。まだ5分か。でも、なんかたまにはさ、5分で切り上げるのもさ、悪くないかもしれないね。いつも長すぎるんだよね。ちょっと今日は5分で切り上げます。特に語ることもないんで。それでは今日も聞いてくれてありがとう。また明日もよろしく。